世間一般的にはパールはもう本当にアセント構成が流行ってて、今ジェット、ソーバ、KO、アストラ、キルジョイかな。現状の世界的に見て、まあヨーロッパのリージョナルとか始まってるし、ブラジルもやってるけど、そこら辺全部まとめてもアセント構成がトップなのかな。逆にその構成しかいないみたいなとこあるよね。マジでこれだから、エイドか相場が違うぐらいなんだよね。圧倒的ピック率。まあ、他のマップに比べてこう、移行しやすい。他の構成に比べて移行しやすいみたいなところはかなりある。もともとメタがそこまで固まってないマップだったから、その固まってない状態でチェンバーナーフ入ったからね。まあ、チェンバー弱くなってジョイが出るようになって、でジョイのナーフが、あ、違う違う。ジョイのバフが入って、で、そこにプラスで、まあ、オペ役出さなきゃいけないよねってなったらジェットに。じゃあ、ジョイが出るってなって、ウルトが壊せません。ブリッジとかでカウンターできなくなりました。ってなったら、じゃあ、相場出すしかないし、じゃあ相場出すってなって、相場と相性のいいキャラなんだろうってなったら、まあ、KO かなみたいな。KO かブリッジかなみたいな。まあ、コントローラーはちょっとマップの構造上、ブリムもオーメもきついよねみたいな。単純なジェットメタでもあるし、今はジェットキルジョイメタだからかなりなんかそこがベースになるのはもう仕方がない感じ。マジでキルジョイのウルトゴミだわ本当に今。いやさ、本当にソーバーがいないと壊せない、壊せんことはないけど、壊せんことはないけども、だって今本当にさ、ミラーとかでやってる時にキルジョイのウルト両方置いたらソーバーのウルトどっちも消えるからね。ウルト4つがウルトを消すために消えるっていうのはね、いかがなものかと思いますよ、本当に。ウルトを消すためにウルトを2個使うみたいな。結構しょうもないと思うけどね。どうなんだろうな、圧勝で壊れるぐらいじゃないとね、キルジョイって強すぎるんだよ。俺はまじ、キルジョイって素の状態が強いんですよ。知ってましたか？その代わりつまんないけど。フラクチャーアストラきつい。フラクチャーのアストラはね、ペーパーレックスぐらいしか使えないかもな。なんかね、ワンコンバイパーとかワンコンアストラで攻めれるチームはね、どこかネジが抜けてるんだよね。プリムストーンメタ。プリムストーンメタはね、まあ一部マップでは来てんじゃない？やっぱ。まあバインドがなくなったから本当にあのおっさん見ることも減ったよね、今。フラクチャーぐらいか。プリムストーン見るの。いやね、ここの対戦はどうなんだろうなって感じするよね。日本の試合とはあんまり思えない感じ。ここにスカーズは。どちらかというと本当にヨーロッパのメタ踏んでる。相場わかんないけど。パールフラクチャーはかなり、こうだね。EMEA 感じる。フェニピックは。どうなんだろうなって感じするよね。まあ別に規定的には問題ないしさ。まあ別にどうでもいいけど。日本リージョンではあるしな。難しい話ですね。ロシア人強いしな。スカーズに関しては実質外、トラネコさんと、ザッキン人、外国人選手感あるよね。あそこは、こう横も英語だし、チケット外国人どっちだっつう話はちょっとあるしね。